フェーダナウェイはアメリカ合衆国の女優。1976年公開のネットワークでアカデミー主演女優賞を受賞した。フロリダ州バスコムで陸軍軍曹の娘として生まれる。スコットランド、イングランド、アイルランド、ドイツの血を引く。ボストン大学の演劇科で学び、フロリダ大学を卒業した。1962年には、 アメリカンナショナルシアターアカデミーに参加。同年舞台、我が命尽きるとも、で、ブロードウェイデビュー。1967年2月公開の夕日を急げで、映画デビュー。同年出演した、俺たちに明日はないでアカデミー主演女優賞にノミネートされた。1970年代に、コンドル、ルーという女、小さな巨人、ジャイナタウン。 ネットワークなどの作品に出演し、その演技の幅を広げた。チャイナタウンではアカデミー主演女優賞にノミネートされ、ネットワークではアカデミー主演女優賞を受賞した。2011年のカンヌ国際映画祭において1966年にジェリー・シャッツバーグと暮らし始め婚約するが、恋人たちの場所で共演したマルチェロ・マストロヤーニと恋に落ち、シャッツバーグとは別れる。 マストロ・ヤンニとは1970年に破局。1974年に、ジェーガ・イルズ・バンドのリードシンガー、ピーター・ウルフと結婚し1979年に離婚した。その後は1984年に、写真家のテリー・オニールと結婚し、1987年に離婚している。彼らの間には1980年生まれの息子、リーアム・オニールがいる。2003年、 ダナウェイの反対にもかかわらず、オニールは息子のリアムが養子であったことを明らかにした。ダナウェイはハリウッド大通り7021のウォークオブフェームに星を持っている。ありがとうございます。